挑戦してみた。ホーミーはご存知ですか？一番初めに聞いたのっていつ？中学。知ったのは教科書流行った。ああ、分かんない、載ってたような気がする。流行った気がする。実際できたことないよね。ないないない。でもなんか今ならさ、なんか形をどうにかさ駆使すればさできる気がしない？本当になんかだって人間がやってんだからさ、きっとできるよね、まあ、そうだね。モンゴルではすごい修行するんじゃない？そうなのかな。みんなできるんじゃないの、モンゴル人は？そういうわけじゃない。すごいね。とりあえずやってみよう。やってみよう。結構知識がない。ないよ、ホーミーの。とりあえず2つの音が出ればいいんだよね。低い音と高い音が、倍音が鳴ればいい。倍音が鳴ればいい。鳴るんでしょうか。やってみよう。さすがに声だけ真似すりゃいいってもんじゃないね。ちゃんと倍音。でも真似から入る。まあそうそうだね。もうじゃあ、うん、それぐらい頑張るもん。なんか揃えろみたいな。これしか言ってないよ、口。あ、やっぱ違う。うわー、なんか違うとか書いてある。ベロはどんな形なんだろうね。なんかもうこうなってる。なんか折り返すときにちょっとぽい。ぽくない？来てるかも。この辺ぽくない？ベロをこうさせてるときにぽい感じに聞こえるだけ。なんかさ、わかんない。なんか耳が錯覚してるかもしれない。これ聞いてるかもしれない。ホーミーの CD とかってあるのかな？あれ、譜面とかあるのかな？譜面？一曲何分とかあるのかな？あー、どうだろうね。はっきり聞こえるもんね。はっきり聞こえるもんね。すごい。本当？バイオニジェできるの？すごくない？ベロをつけて密閉させて、なんか聞こえ嘘。激しい。ほら、ヒーって聞いてるよ。本当に？え？わかんない。かすかに向こうに。本当に？そう、本当に？終わらせようとしないと思う。チャンネル登録お願いします。
違うのかな、違うのかな、バイオホンなのか分かんないけどもう一個鳴ってるっぽい気がする高い音で。鳴ってると思うじゃん。本当に知ってるしとかも行ったり来たりする気がするけど、聞こえちゃう、聞こえたいかも、聞こえないですよ、過ぎてこうなっちゃってるかもしれない。悔しい、この数十分でできない。ほらほら悔しいんだけど。悔しいね。悔しいはなんか聞こえた、聞こえる気はしてならないけどな。本当違うのかな、勘違いだと思うけど、なんか聞こえた気がしてならないけどな。聞こえたい願望が強くなって聞こえちゃってる。脳が勝手に消化してる。脳が勝手にこう変換してるんだと思う。そういうのありそうだけどね。はいはい、まあでもすぐさまはできない、やっぱり。そうですね。うん、ではホーミーの挑戦でした。それではまた来週。